を使って全世界に配信、格闘技の力。この番組は東京都杉並区にありますレスリングカフェ東京さんより TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に配信する参加型公開生放送番組です。はじめに自己紹介を、MC を務めます満腹ミキティかっこ、プロレスでのリングネーム吉野すみれです。よろしくお願いします。レスナーさんから前日試合がなかったのは久しぶりの満腹さんと書いてます。日曜日試合なかったの久しぶりで、あ、じゃあ土日はゆっくり休めたんですかね。もう心穏やかな日。え、興行はあったんですか。いや、毎週はあるんですけど、今週だけなくて、うん、心穏やかな日々を過ごしました。よかったですね。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、レスナーとしてどうかしようかな。何にぶちついてるんですか。いいんですか、ごめんなさい。はい、どうぞ。で、振らないでなんか飲んでるから。お茶飲んでる場合じゃない。なんか言ってくださいよ。はい、ネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。イエーイ。ですね、ちょっと先週予告したんですけど、ちょっと一つ告知があります。はい。格闘技の力としての第2回目のイベントを、7月14日に行うことになりました。結構ですね。はい。結構これ期待できると思います。ゲストの方が僕的には選手としても僕結構個人的に好きな人だし、はい、なんとなく分かると思いますけど、はい、選手としても本当なんですか。で選手がタイミング的にちょっと今結構いいタイミングなんやかなと思って、じゃん、川尻選手のイベントやります。なんかリアクションください。7月14日6時からですね、佐伯さんを、はい、ホスト役に迎えて、わお、池袋で行います。池袋の駅やつですね。はい、格闘技の力特別編、川尻達也の筋肉祭りっていう、筋肉祭り、はい、ヤフーとかグーグルで検索するときは、はい、川尻筋肉祭りで検索していただくとトップに来ますか、出てそんなタイトルだったんですね。で場所は池袋フィールドで、はい、金額は3000円プラスワンドリンクの500円が必要になります。お、リーズナブル、はい、で、ね、前回と同じようにこちらの QR コードで、直接申し込みページに身も飛ぶことができますし、はい、あとは川尻筋肉、ま、筋肉すみません簡単で筋肉祭りで、飛ぶこともできます。レスナーさんからうおーすごすぎるってありがとうございます。あれですね、結構これ、ありがとうございます。佐伯さんにダメ元で、はい、川尻選手ちょっと呼んでほしいんですけど、したら佐伯さんも、川尻か、ちょっと考えさせて的な感じでダメ元で最初聞いたんですけど、はい、川尻選手から佐伯さんと一緒だったらまあいいですみたいな感じで、佐伯さんがいてこそできたイベントなんで、今後2度目ができるかどうか僕もちょっと自信がないので、この機会をぜひ逃さずに、めっちゃ貴重ですね、ぜひぜひ、はい、この機会を逃さずにぜひ皆さん、お申し込みいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、私も今平田さんが言ったイベントに参加します。あと誰ですか、その前にあるの誰ですか。あ、最後に行こうかなと思って。あ、そうですか。すみません、格闘家の奈々ちゃんちんです。先週はすみません、ありがとうございます。覚えてくれてるかわかんないけど、私ちょっと先週お休みしちゃったんですけど、今週は頑張ります。大丈夫、もう体調は大丈夫ですか。体調は大丈夫です。そうですか、はい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 、平田さん、今回初めてこの格闘技の力をご覧になった方も多いと思うんですけども、はい、どんな番組なんでしょうか。この番組は選手の人柄と人間力を伝えて、格闘技の興味のない人にも楽しんでもらおうという番組です。あとですね、この番組は一般観覧も募集してますので、ファンの方が気軽に立ち寄れる場所になればと思ってますので、皆さんどしどしこちらにお越しいただければと思います。めっちゃ上手くなってますよ。マッチじゃないですか。めっちゃ上手くなってるじゃないですか。びっくりですけど、これ先週も言いましたけど、これ僕が考えたんですかね、この番組コンセプトって。いや、最初の方の言わされてるのは半端なかったです。言わされてたわけじゃなくて、僕が考えたのなんか緊張しちゃうんですよ。なんか読んじゃいけないなと思って、先週からちょっと
覚えてちゃんと言えば大丈夫だなって気づいたんで、もう大丈夫です。もう大丈夫です、ね。もう大丈夫ですね。はい。で、参加型公開生放送ということで、はい、コメントを皆さんからね、はい、受け付けてますが、はい、どうでしょうか。はい、レスナーさん、はい、こんばんは。こんばんは。さっきの前日性がなかったの久しぶりに満腹さんってコメントの後に、来週は大丈夫なのかっていうコメントをいただいてますが、何でしょうね。勘太郎さんから、今日もレスカフェ盛り上がってます。ありがとうございます。あと、勘太郎さんとルークさんから、筋肉祭り。はい、お筋肉祭り。はい、祭りみんな筋肉に食いつきますね。そうですね、筋肉大好きですから ね、みんな男は。はい、そうかな。あと、ログインしてない方もいっぱいいらっしゃるんで、皆さんログインしてコメントの気軽にいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高円寺のレスリングカフェ東京さんからお送りしてるんですけれども、店長さんをお呼びいたしましょう。ビンゴさん、ちょっとビンゴさん、ちょっと来てないんで大丈夫ですか。あ、大丈夫ですね。はい、はい、ビンゴさん、どうもどうも。あ、どうも、はい、こんにちは。こんにちは。なんと噂によるとレスリングカフェ東京に定休日ができたそうで。あ、はい。ちょっと今までずっと1年半ぐらい休みなかった。でも休みならなかったってことですか。あ、でもまあ深夜枠だけだったりとかして、まあ一応もう正月ぐらいかな。大変。もうあったんですけど。でしばらく火曜日をちょっと定休日にさせてもらって。はい、また店内調整しながらやっていこうかなと思っています。ビンゴさんってあれですよね、確かお子さんいらっしゃいますね。はいはい、大丈夫なんですか、そんなお店に出ずっぱりで。なんで家庭の心配ですか。いや、私気になったんですけど、ビンゴさんっておいくつですか。今37。僕以上に立ち入ったこと聞くじゃないですか。めっちゃ気になってたんですよ。それは気になりますけど、若く見張るけど、お店37です。50年生まれですか。そうです。あ、僕と同い年じゃないですか。じゃ あ、そうです。はい。妙な。お子さんがやるとかいう話を聞いて、おいくつなんやろうと思ってて。子供は2歳。7ヶ月とか。なるほど。はい、頑張って育ててます。お子さん情報いろいろ、すみません、個人情報言っちゃいまして。はい、今週も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こちらの会場にですね、ぜひぜひ遊びに来てください。公開生放送を見ていただきますのには、何ですか、何料ですか、入場料1000円と、ワンドリンクプラスチャージ500円となっております。ぜひ遊びに来てください。マップさん、なんか大丈夫ですか。毎週なんか週を追うごとにロレスが回らなくなってる気がするんですけど。多分頭打ちすぎなんですね。そうですよね。レスラー特有のそれ、ドラムカー的な症状じゃないですか。完全にそうですね。頭打ちすぎて同じ話何回もしてしまいました。ぜひ病院に行ってください。MRI を MRI 撮ってるんですけど。撮ってるんですか。脳内出血とかはしてないから大丈夫です。それは心配ですよ、それしてたら。まあ、ドランカーででもね、ドランカーって決めつけそうですけど、すぐには分かんないらしいんで気をつけてくださいね。はい、カンタラオさんからミキティ年を聞いちゃうっていうコメントいただいますけどね。いや、いいと思いますよ。いや、ちょっと女性が聞いてくれると僕ら気が楽になりますけどね。気になりました。男からすると女性の年齢ってすごい聞きづらいですね。はい、はいはい、コメント大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です、はいはい、それではお待たせいたしました、はい、本日のゲストはなんと3名なんです。はい、はい、以前にも出演していただきました大丈夫かな、私大丈夫ですか。以前にも出演していただきました。2度目の出演となります吉田美代選手、そしてクラッシュ参戦中の後藤克也選手、投手選手です。よろしくお願いします。不思議な通り方をしてる。どうしたらいいの。怖い、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 言ってよ言ってよ。みんな多分思ってましたけど、じゃあちょっと最初にご自分でそれぞれ自己紹介を簡単にしていただければ。はい、レディーフォースです。あ、池袋ブルドッグジムの吉田美代です。よろしくお願いします、はい、池袋ブルドッグジムの後藤克也です。よろしくお願いします。同じく池袋ブルドッグジムの投手です。お願いします。いや
皆さん同じジムなんですね。はい。はい。なんか緊張してますか？さっきと違う。なんでさっきそこで上の方で？すごいすごいね。疲れちゃいました。こっちからもう小学校の卒業式みたいな感じ。ダメですか？まあまあそのうち完全にほぐれると思うんで、はい、大丈夫と思います。はい。誰が知ってる？同じか？話聞いちゃいます。はい、どうぞ。3人同じジムってことなんですけど、あれなんですか、お付き合いは長いんですか、お三方は。そうですね、僕と後藤くんがもう、どのぐらいですか？なんで聞くんすか？一つ言わせてください。パンチドランカーなんで、ちょっとあの全員ドランカーなんで、まずちょっと控えめにしてくれ。今日はやばいですね。これがもう、これがないと思うんで。あの、後藤くんと自分が、そうですね、4年ぐらいですかね。で、みおちゃんが、そうですね、どのぐらい？ 2年。2、3年で稽古行かせてもらってて、みたいな感じで、まあ3年ぐらいですかね。もうじゃあもう仲良し3人組っていう。あれ何なんだろう。あ、でも喧嘩しますたまに。あ、そう。でも喧嘩するってそれぐらい仲いいって。うんうん、同じジム上辺の付き合いじゃないってこと。そうですね、上辺の喧嘩できない。え、誰と喧嘩しなんか言い合いとかしません？え、どうやって後藤さんと。どうやって喧嘩しますか？どういう言い合いなんですか？どういう言い合いなんですか？え、なんかすごいこうクラッシュに、はい、あの出てた時に、はい、あの西賀喜左衛門君と戦う時だったんですよ。その当日に、はい、なんか私フェイスブックやってて、はい、なんかこう昔のプリクラかなんかを上げ、はい、あの、はい、アップロードして、はい、でそれでこうなんかまあこうたわいもないこと書いてたんですよ。そしたらなんか当日でちょっとなんか土地狂ったのかわかんないんですけど、はい、なんか出たなんか魔性の女なんたらどうのこうのみたいな、すごいなんかこうディスるようなことをわーって書かれたんですよ。でもなんか試合前なの分かってるけど、なんかすっごいイラってきちゃって、しかもみんな見てるし、なんかみんな見てるのになんか思われるじゃないですか。付き合ってんじゃねえかって言ってね。あ、違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、なんか変な女みたいな、なんか思われるのが嫌で、なんかもうちょっとブチ切れちゃって、なんかもうふざけんじゃねみたいな、もう試合前なのにうわーってもう言い、もう試合前なのに、はい、うわーって言いまくって言いまくって、でそれでなんかあすいませんみたいな、はい、あちょっとやばいと、試合前のやばいと思ったら、そう、前の前なのにすいませんみたいな感じで言ってきて、まあでも怒ってたからまだなんかもう返せなかったんですよ。だから負けたの。いや、それは関係ないですけど。で、それで試合終わって負けちゃったんですけど、リング降りた瞬間に私にみおちゃんすいませんでしたって。逆に私すごい負けた瞬間に全部思い出して、うわやべえと思って、みおちゃんすいません。試合のこと以上にそっちの方が強くて思いが、いや、なんかってわけでもなく、なんか相当でも悪かったなって、こっちも逆に罪悪感。そうなんですか。え、ちなみにあれですよね、後藤さんと吉田選手どっちが年上なんですか？僕が1個上です。そうですよね。で、なんかよく喧嘩するって言って、吉田選手が一方的に怒ってるとかそういう話じゃない、後藤選手が怒ってるってこともあるんですか？僕はそんなに怒らないですけど、怒られることをやるんですよね。ああ、なるほど。自分でわざとですか？いや、なんかノリでやっちゃってやれ、ちょっとやりすぎちゃったみたいな。まあまあ、そういうこともありますよね。まあまあ、その辺はじゃあ後でいろいろ聞きするとして、はい、あの吉田選手以前ご出演いただきまして、はいはいはい、あれ何月でしたっけ？あれは10月ですね。10月、あ、そうですね、はい、10月。まだ番組始まってすぐでしたね、はい、すぐでした。そうです、3回目のゲストで来ていただいたんで、はいはいはい、はいはい、そっから試合の方、試合はそうですね、参戦しました。お、どうでしたか？2勝1敗ですね。おお。ちなみに1回目の試合っていうのは、復帰戦で、はい、J ガールズさんでやらせてもらって、はい、小沢さと子選手、はい、チームドラゴンのとやらせていただいて、で次が、シュートボクシングで、はい、ミナ選手とやる予定だったんですけど、はい、ちょっとあの急遽欠場になっちゃって、はい、代替であの韓国の選手とやらせていただいて、はいはい、でこの間4月に
4月20日だったかな、4月20日にシュートボクシングで、はい、また今度はロレーナ・クライン選手とやらせてもらって、はい、でって感じですね。はい、相変わらずいろんなジムに上がられてますね。うん、見ましたポスターで。あ、本当ですか。ポスターで、ああ、吉田選手は。はい、ありがとうございます。それだけですか。見ました。それだけ。あのゲストにいらっしゃらなくてもご活躍されてる姿を拝見するぐらい頑張ったんやな。なるほど、ありがとうございます。あれちょっと僕2回目の試合って確か直前で対戦相手が、はい、変わりました、ね、変更して、まあ、相手も、まあ、準備不足だったとかで、はい、あのもろもろのことがあったと思うんですけど、うん、そういうのってあの吉田選手ご本人的には どんな受け止め方するのか、ちょっと消化不良で物足りなかったって思うもんなのか、はい、それともぶっちゃけちょっと楽できてラッキーって思うもんなのか、ね、消化不良っていうのと、はい、あとチケットを買って見に来てくれたりとか、その試合をあ、はい、面白そうだってこのカードって思って来てくれてる人にすごい申し訳なくて、はい、あんな感じの内容だったんで、はい、ちょっと控え室から10分ぐらい出れなかったですね。なんかこう ありがとうございましたってこう挨拶に行きにくいなんか感じなんで、まあちょっと消化不良となんか申し訳ないみたいなやっぱり気持ちはありました。ちなみにその、その試合は1ラウンドで結構吉田選手が圧倒した感じの、はいはい、だったんですけど、吉田選手が試合の時ってお二人ってセコンドとかで疲れたりとかってするんですか？後藤はよくつく。そうですね、僕も1ヶ月後とかに試合がなければセコンドについてます。はい、仲いいですよ。あ、そう、この二人はでもお世話になってます、すごい。お世話になってます。お世話になってます。はい、すごいなんかお願いしてもらってます、いろいろ。あ、なるほど。はい、ちなみにあの今の J ガールズとか、はい、あとシュートボクシングっていう団体の名前出てきたんですけど、うん、もう簡単にでいいんで、はい、あのご存じない方にそれぞれどうルールが違うのかちょっと教えてもらえますか？はい、J ガールズは、はい、あの女子のキックボクシングの、はい、格闘技の団体で、はい、パンチとキックとあと膝は、掴んでの膝がない攻撃 OK、はい、で首相撲とかなしの2分3ラウンドの、試合ですね。打撃オンリー。はい、打撃オンリーの試合になります。はい、で、シュートボクシングは、アンディ・サワー選手とかすごいもう有名な選手がたくさん、はい、レイナ選手とかもいるんですけど、はいはい、そう、普通のキックボクシングに柔道を足したような、はい、あの投げ技と立ちの関節技が、はい、有効になってて、立った総合格闘みたいな感じで言われてて、はいはいはい、なんでなんて言えばいいのかな、なんか投げたり締めたりしても、はい、で攻撃もできるし、はい、こうなんかキック普通のキックみたいな感じで KO とかの攻撃もできるし、はい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 、はい、投げるじゃないですか、はい、でも投げても相手が寝転がってたらそれは攻撃できないんですか？あ、できないです。それはできない。投げ損じゃないですか？なんか投げにもポイントがついてて、腰から上に投げたらポイントがつくんですよ。でダウンとあんまり変わらなかったりとか、そのポイントの基準があって、後ろに投げると2ポイント入ったりとか、でダウンが確か1ポイントとかなんで、なんかそこでまたこうあと締められてタップしたらもうそこで KO 負けと同じようになるんで、またちょっとこう面白いというか、またはい、結構面白いですよ。面白いです。シュートボクシングのジムでお借りて練習させてもらったんですけど、そうですよね、でもな殴り合うだけと思ってました。あ、全然投げありますね。投げもあるし締めもあるし、そうなんです、うん、勉強になります。でそのシュートボクシングでロレーナ・クライン選手と戦って、はい、レスナーさんからロレーナ・クラインはけだものっていうコメントが出ますけど、いやすごい強豪の選手でね、はい、半端ない、もうちょっと女性とは思えないような体してるんですよ。で、あのそう対戦相手があのロレナ・クライン選手に決まったって分かった時ってどんな感想でした？いや、なんかあの結構会長が面白おかしくいつも伝えてくるんで、はいはい、あの誰の試合の時だったっけ、トウシさんだったかな、でしたよね、確かクラッシュのなんか、あ、そう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 、でトウシさんがもう本当にあと2分後ぐらいの試合の時に、はい、
あの、みおちゃん、なんか試合頑張ってる今からみたいな、なんかこう、そういうノリで、なんか試合決まったことを、あの、あれってみんななんか分かってるんですけど、私にだけ教えてくれないんですよ。で、なんかもう、教えないとか言って、その、試合まで教えないとか言って、もう、トコチさんの試合どころじゃなくて、自分の体操。そしたら、もう自分の、もう自分の試合のことしか考えてない。どうしよう。どうしようみたいな。どうしようみたいな、もうずっとみんなに。もうこの人、やっちゃったよ、みたいな。そう、応援ももうちょっと半分ぐらい減って自分のことですね。自分のことで全然聞こえなかった。なるほどね。そうなんです、はい、あのちょっと話それるんですけど、勘太郎さんから投資さんはご本名ですかっていう。そうです、そうです、そうです、そうです。え、すごい。本名ですか。そうなんですか。そうです、そうです、かっこいい。え、マジですか。マジです、マジです。何その名前。え、逆に言うの。親に失礼ですから。親に失礼か。かっこよくないですか。字もこの字、戦うっていう字に、まあ、そうそうそう。マジですか。ご両親もなんかやってはるんですか。親父が空手をやってます。ですよね、はい、かっこよくないですか。そんな名前。いやいや、趣味が一緒とかって。じゃあ逆に、逆に当時って芸名つけます。芸名。芸名じゃない。なリングネーム。俺はバーティー。え、めっちゃリングネームだと思ってました。いや、リングネームで。マジですか。リングネームだと思って。これリングネームでつけたら俺本当に負けられないですよ。いや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 。え、マジですか。マジマジマジ。え、ミオジアなんですか。非公開ですか。え、全然。春元です。春元投資さん。春元投資。はい、そうです、春元。え、マジですか。いや、あえてその春元投資じゃなくて投資だけだから余計にそう思うんですよね。いや、春元つけたらなんかちょっと、まあちょっとね、いろんな人に探されるかなと思って。どうしちゃったかな。ちょっとちょっとワンコクワンスパさ、もうこんな格闘家やってたらもう探されてるよ。探されてる。もうバレバレですよね。それ別にあの僕はすごくかっこいい名前だと思うんですけど、お母さんとかどう思ったんですかね。お父さんがその当氏って名前を息子につけようと思うんですか。僕マザコンなんで、お母さん結構父ちゃん父ちゃんって言ってくれて。ちょっと待って。ちょっと、え、兄弟いはるんですか。あ、います、います。ご兄弟の名前は何なんですか。妹が千里で、あ、そうです、弟がケンヤですね。ケンヤ、どんな、そうです。ケン、普通じゃないですか。拳、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 拳に、すごい、拳に、マジですか。え、なんかやってるんですか、弟さん。弟は、あの、あれですね、なんか、お兄ちゃんみたいになりたくないっつって警察官になるんです。結局、結局、工場、工場じゃダメだよ、本当に。警察官にならなかったですね。普通の、はい、普通の。でもまあ高校、うん、卒業したばっかです、男。まあ、でもね、投手選手、こうなったからいいですけど、投手って名前つけたのに、すごい鉄道大好きみたいな。そうですね。大人育ったらもう、お父さん名乗れないですよね。タクシーの運転手して、この名前だったら乗らないですよ。絶対乗らない。怖い。怖い。聞いてみますか。乗らない。そうなんですよ。本当、これしかなかった。っていうことにしといてください。でもなるべくしてなってはるわけですね。いやいやいや、それはもうそう。そうなんですね。いやいや、そうなんです。あとね、あの勘太郎さんから吉田選手のルールの解説、すごい分かりやすい解説でした。ありがとうございます。はい、で、すみません、話ちょっとそれちゃいましたけど、で、結局それで分かった時どんな感想だったんですか。分かんなかったのか、直前まで。え、何がですか。相手が、はい、聞きまくりました。本当にもうしつこいぐらいに会場内で会長を、クラスの会場内で会長探しまくって、もうずっとこう隣で誰なんですか誰なんですかって聞いたら、でも大体みんなの表情でわかるじゃないですか。あの選手の名前を挙げていくと、それでもでもピンときたんです。あ、これは多分ロレーナじゃないかなみたいな予感はしてたんで、って言ったらもうやっぱドンピシャで、もうやるしかないなと。もうじゃあもうその時にもう覚悟が決まった。あ、もうはい、決まりました。もうなんかほぼ OK っぽい感じでもう持ってきてたんで、もう。なるほど。ロレーナ対策とかしたんですか。あ、結構しました。ロレーナ対策、はい、してんですか。ロレーナですからね。ロレーナ半端ない対策無理ですよ。無理ですよね、あのロレーナ。ロレーナです。ロレーナ結構多いですよ、ロレーナ。結構います。今良かったですよ、今のすごい自然な入りで良かったですでロレーナ対策は何か。ロレーナ対策は、やっぱり映像を見て、はい、S カップであのエリカちゃんと B さんとやったやつを、はい、見てたんで、生でも、はい、やっぱすごいなって
なんかすごいの来たなみたいな感じだったんで、やっぱりこうしっかりあのすごいパワーとやっぱり圧倒的なパワーあるなみたいな感じ。やばい、全然笑うとこなんです。全然5回ぐらい言ってます。それでいいですか？それでいや、でもなんかもう本当にどうやったら自分がなんかこう勝てるかなっていうのをやっぱみんなでね、いやでも本当にすごかった、試合前とかもう緊張というかもうさっき立ってて、もう本当にもうこんな化粧もしてなくて、なんかさっき言ってたんだけど、ジムでのミオさんは全然違う。いやもう女王でしたよ。女王だ。なんか被ってもう本当に、でもうすぐバンテージ前なんかもうこんなんですもん。すごい。本当マジ、これはマジの話です。すごい。でロレーラ対策っつって、はい、もう考えてましたね。そうですね、投げとかもやったし、はい、投げてもらうのをやっぱ防いだりとかもやったし、はい、なんかあとみんなにアドバイスもらって、こうした方がいいよ、こうした方がいいよっていうのを、はい、ちょっとこう、はい、はい、なるほど。で、はいはいはい、実際試合が始まって、はい、僕はあの吉田選手からチケットを買って、はい、ちょっと応援しに伺ったんですけど、1ラウンド目はやっぱり相手のこう圧力がすごくて、はい、あのまあこれっていう多分打撃はもらってないと思うんですけど、はい、まあ印象としてはちょっと押されてる感じだったんですけど、うん、2ラウンド目以降はもう結構ロレナ選手もスタミナ切れてきて、パンチが大振りになって、吉田選手の方が全然あの打撃がシャープだったんで、まあパワー、本当ロレナ選手に負けてるのはパワーと圧力だけで、技術的には全然吉田選手の方が勝ってるなっていう感じで、まあドローでもおかしくない最低だったと思ったんですけど、まあ、結果判定ではあのレナ選手勝って、すごいあの吉田選手がもう終わったとかあの脱力してその場にしゃがみ込んでたのがすごい印象的だったんですけど、悔しくて、いやもう本当それぐらいもう全然、はい、あの惜しい試合だったんですけど、実際戦ってみて本当トップ選手って言われる選手とあの実際に肌を合わせてみて、感想とかってどんな感じでした？なんかこううわーみたいなのがこう来ました。 なんて読むんだろう、エネルギーっぽいのこう感じですか。マックが今キョトンしてる。そうなんだ。あ、なんか当たると思って聞いたの。すごい来ましたね。なんかすごいうわーってこうなんか鳥肌じゃないけど、はい、なんかこう何かを感じ取りました。うわ何かを感じ取りましたか。はい、これあれ入ってますか、字幕みたいな。なるほど、はい、トップ選手の何たるかを感じ取ることができたと。はい、でもなんか楽しかったです、途中から。なんか強いなみたいな。はい、あ、なるほど。はい、もう強い選手とこう拳を交わえるのがすごい楽しくなってきたっていうか、はい、なんかどうしたら勝てるかな、どうしようどうしようみたいな、こう、はいはい、考えながらこう、はいはい、まあ、フルで戦い、はい、フルラウンドで戦えたんで、はい、そういうことも考えながら、はい、でもなんかあやっぱすっと強いなとか思いながらも、はい、でもなんかどうやったら勝てるかなと思いながらこうチャンスを伺ってはいたんですけど、はい、はい、いや、いいと思いますね、はい、あと石みたいでした、もう あの組んだ時 が、もう全然動かない感じが、はい、もうびっくりしました。あれ、上試合当日か計量の時のウェイトはそんなに変わんないですよね。あ、全然変わんなかったですね。200〜300g ぐらいしか変わんなかったんですけど、はいはい、ちょっと戻りがすごかったよ ね、あれみたいな。すごい大きくなってるなと。全然体の大きさが違うから、どういうこっちゃと思いましたけどね。どうですか、東司選手とか後藤選手とかあの会場でご覧になってたと思うんですけど、どんな感想を持たれましたか？僕、試合前だったんであのちょっと行けなかったんですけども、はい、次の日でもね、もうみおちゃん、もうテンション上がって、そこ見てくださいっつってで見たんですけども、多分ロレーナ俺より強いですね。いやいや、そんなダメですよ、トーシーという名前なのに。山さんは、はい、戦うことが宿命づけられた名前ですね。いや、もうこれ今のこれ俺より強いとか言っちゃダメですよ、その。いやでも本当にカーンってなって、本当にミオちゃんとこう戦うって なんだそう、カーンってなった瞬間に、うん、ローをロレーナ選手が蹴ったんですよ、うん、いやもう、ね、やばかったよ、あれはやばかった、あれやばいよね、うん、
すごいと思ったっすね。そうですね、なんか爆風みたいな感じで、最初の動画みたいな、はい、ちょっと後楽園ホールが全体がちょっとどよめいたっていうか、あれ女なのかぐらいの感じになりましたから ね、ね、何人ですか。オランダの方です。ロレーナ、はい、日本人の方だと思ってました。何にもないんですよ。なんで聞いたんですか。あーなんかちょっと上から後藤選手はどうですか。僕も試合前だったんですね。二人ともこれだった。そうだったんですね。はい、で一緒に次の日ジムで映像を見て、はい、いや俺すごいなと思いましたね。やっぱり見てて、ミオちゃんもめっちゃ強くなってるんで。そうですよね。はい、いやまあ練習すげえしてんなと思いました。すごかったですね。本当にでも本当に前あの上村恵梨香選手が出て、はい、あのガールズエースカップですか。はい、うん、ガールズエース。あれも見てて、なんだこいつと思ってて、そしたら美桜ちゃんがやるっていう、はい、で最初正直え、やばいでしょ、速攻あんじゃないのみたいな感じで言ってたんで、正直裏で、はい、そんなに言われてたの、ディスってた、いや悪いだってあんなんと思ったんですけど、本当にビデオ見て、いや美桜ちゃんが強くなってたんで、びっくりしましたね。本当俺らのおかげだなと思いました。本当本当どうしたらありがとうございます。まあでもあの試合を通じたの吉田選手もすごい手応えを感じたんじゃないかな。そうですね、すごい勉強になりました。ルークさんから何人人ですか、それ聞いてどうする満腹ちゃんってコメントが言ってますけど。いやなんか気になったんです、ロレーナのことが。じゃあまあ機会があったらロレーナさんにもゲストに出ていただきたい。そうですね。まあ誰が通訳するオファーしましょう。オファー簡単に言いますけど、じゃあ吉田選手を通じてオファー。大丈夫かな。普段は日本にいないんです。普段いないです。じゃあ来年来た時に。そうですね。まあフェイスブックでじゃあ繋がりましょう。フェイスブックから。まず。わかりました。はい。まあまあじゃあ吉田選手のことでまずざーっと聞いちゃいましたけどね。はい。お二人のこと。はい。伺いたいですね。続きまして。後藤さん、後藤さん、いつもの、はい、いつもあの格闘技の出会いということで、うんはい、あの選手があのどういうきっかけで格闘技を始めて現在に至るかみたいなことを聞いてるんですけど、そもそも2人はなんであの格闘技を始められたのか、うん、格闘技を好きになったきっかけみたいなのをちょっともし教えていただければと思うんですけど、じゃあちょっと後藤選手の方から。はい、僕は小学校の時からずっと空手をやっていて、まあ、その前1年だけサッカーやったんですけど、まあ、なんで空手に行ったのかはちょっとわからなくて。やりたい、やりたい、やりたい、かやめて、多分親に空手やりなさいみたいな感じで、多分友達みんなと一緒に空手の道場通ったんですよ。はい、親同士も仲が良かったので、はい、で多分そこからずっと空手をやって、いつまでですか。小学校5年生で道場を変えたんですよ。はい、移籍してそこから高2までずっと空手をやって、でなんか総合みたいなことやったりとか、はい、あと空手の普通の大会出たりとか、はい、いろんな大会出てって、で高3の高3になるちょっと前に辞めたんですね。はい、あれでいやこのまま辞めても何も残らないなと思って、うん、よし東京に行って専門学校行こうと、はい、でまあトレーニング系の学校に行って、で今のブルードッグジムを、はい、幼なじみと家がたまたま近かったんですよ。東京に来ても家が近くて、はい、でその友達と一緒に行ってみようぜってなって、まあ、友達から誘われたんですけど、はい、で行ってそこに入ったのが、まあ、それ入ったのがそのきっかけで、でそのブルドッグジムに入りはった時はもうプロとしてやるみたいな感じで入りはったんですか。じゃなくてあの総合やりたくて入ったんですよ。軽い気持ちでちょっとやってみたいな、趣味程度で行こうぜって言って友達と行って、そしたらこうキックのアマチュアの試合に、はい、まあ、みんなで出ようってなって、はい、そっから、まあ、コロッと変わりましたね。へー、もうキックいけんじゃんって会長に言われたのをすっごい覚えてますね。あ、そのすごいいい成績を残しはった、なんかアマチュアのその大会で、はい、まあ、勝って、はい、まあ、ワンマッチなんですけど、はい、でそしたらお前キックできんじゃんって思って、あー、で気づいたらなんかキックやってました。ちなみにですね、ブルードッグジムっていうのは、もともとはその MM 総合の専門のジムなんで
ですか。いや、どっちも。キックも総合もやってます。両方やってます。フリー系の。なるほど。それで総合やりたくて、ブルドッグジムやった。ヘケケさんから後藤さん顔ちっちゃいなっていう。あ、確かに顔ちっちゃいですね。よく言われますよね。よく言われますね。え？そう。俺顔ちっちゃいっすよ。いろんな人に言われます。俺らでかい。でかい。それがあってか分かんないですけど、吉田選手身長高そうですが、どれくらいありますかってコメントで。すいません、162もないかもしれない。そうなんですね。そんなにヒール履いてるからかもしれない。あ、そうですね。そうかもしれないですね。そうなんですよ。はいはい。そうなんですね。あれ、空手の時にずっと結構長い間空手やられてますけど、うん、空手時代はなんか、こんなあの経歴があるとか、こんな経歴の起こしたりとか、そんなことありますか。まあ、山梨県とかの大会出たりとかして、はい、まあ、それなりに準優勝とか優勝とかしたりとか、あれ山梨県って、まあ、必ずどんな方いらっしゃいませんでしたっけ。山梨県、清水さんか違いますね。和田選手でしたっけ。あ、そうだ、そうですね。そうですね。よくご覧になってますね。はい、ありがとうございます。ちなみに後藤選手と東選手はね、一回も見たことないですね。いやいや、もうめっちゃ見てます。めっちゃ見てます。皆さんどうですか、宮さんの。見てましたもん。見てました。知らなかったですから。いやいや、もうそうなんですね。じゃあもう空手やってる時も楽しくてしょうがなかったって感じですかね、格闘技が。そうですね。その時はすごいやっぱ楽しくて、はい、はい、やってました。それでまあ結局やってみて立ち技の方に移られたんですけど、はい、最初から立ち技ではなくて一回総合の方に行こうと思ったって何か理由とかあるんですか。僕がやってた空手の道場で、はい、総合も一緒にやってたんですよ。あ、そうなんですか。なんか総合投げがある空手の大会、はいはいはい、まあ、全道会ってあるんですけど。あ、全道会、はいはい、そこの試合に結構出てたりとかしてて、はい、あ、そうなんですか、はい、なんでじゃあそのまま全道会でずっと総合まではやらなかったんですか、うん、あ、僕が言ってたのは全道会じゃないんですよ。あ、そこの試合に出てたっていう、主催の試合に出てて、で、まあ、先生とのやり合わなくなって辞めて、で、まあ、東京来て今に至るみたいな。あ、なるほど。一回もじゃあキックボクシング始めたらもうそっちの方が、そっちの方がっていうか、そっちも面白くて、そうですね、そっちにハマって、はい、どんどんのめり込んで今に来たりそんな感じですね。はいはい。一方じゃあ投手選手の方は、じゃあ本当同じような感じなんです。マジですか。いやいや、はい、いやいやいや、まさかね。はい、うん、そうそう。僕はそう、静岡県の清水市。はい、はいはいはい、はい、サッカー、じゃあサッカーじゃないですか。僕サッカーやってて、あ、あ、そうなんですか。そう、あれあれになってきて、もうさっき1年やってたってこと言ってなかったんで、俺サッカーここ言おうとしたら、あらあらみたいって。じゃあそれ、はい、ずっとサッカーやってて、はい、もう小学校から、小学校、中学校、そうそう。で、もう小学校の時はもう、はい、そう、サッカーです。なんか小学校の時はなんかもう全国大会でよ、はい、もう全国大会優勝しました。マジで、すごい、めっちゃすごいじゃないですか。全国大会優勝して、うちの、そうですね、それで代表というか静岡県の、はい、はい、選抜で。うちの小学校もめっちゃ強かったです。本当ですか。多分同年代、あ、1個上かな、私の、はい、いや、めっちゃ強いですよ、うち。いや、うちもめっちゃ、なんか3位ぐらい。マブさんの小学校はどこの小学校。奈良です。奈良の小学校って強い学校とかありますか。ありましたね。鹿ですか。鹿めっちゃ強かったんですよ、うちらの強かったんですよ、行きましたもん。あ、でも奈良も強かったかもしれないですね。ほら、ほんとですか。絶対適当じゃないですか。いやいや、はい、中山雅樹さんから、投手くん見てますよ、地元の後輩。あ、ありがとう。宣伝してるからね、しっかり清水を。この、な、雅樹さん、はい、雅樹さんとはどういうつながりの。僕 の、 あの妹の友達で。あ、そうなんですか。今車屋やってて、もう車おじ専門で。へぇ、そうなんですね。ちなみに何とお店なんですかね。名前は、ちょっとあの電話していいですか。ちょっと、そんなそこまでサッカーにのめり込んだ投手選手が、しかも投手って名前なのになぜサッカー。そうなんです。それでその
親父がその空手の先生やってて、はい、それでそのもうずっとやめさせてくれなくて、サッカーをサッカーと格闘技をやれ、空手をやめさせて、はいはいはい、でもう僕はもうサッカー一本で行くみたいな感じで言ったんですけど、サッカーやりながらじゃあ空手もやってた、そうです、お父さんのやってる道場にだサッカー通されてたっていう、サッカーおおマジですか、そうめっちゃ大変ですやん、だからサッカーを本当週6やって空手を週4やって、マジですか、本当にそりゃダメになりますよね、こういう頭がね、まあコメント難しいですけど大丈夫、それでサッカーをずっとやってて、それでもういいとこまで行ったんですけど、ちょっとやっぱマサトさんですか、ね、はい、マサトさんがもうあまりにもかっこよすぎて、はい、テレビに出た瞬間に、で速攻あれですよ、格闘技通信に電話して、はい、マサトさんになるには、本当に どの試合に出ればいいんですか、すごい、いや本当マジでマジで、何歳の時ですか、これが17、まあ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 大会やってたんで、はい、とりあえず出ようと思って、でマサトさんが70キロ契約だったんですよ、で70キロの試合だったんですよ、はい、で僕全然59ぐらいしかなかった、でも70キロの試合に出なきゃマサトさんになれないと思って70キロの試合に出て、マジで10キロマジですか、危ないっすよね、飛んできましたね、そっから階級って違うんだと思って、はい、でそこからです上京して今に至るみたいな、ちなみにそのお父さんの道場で空手やってた時もうすでに顔面パンチありのルール、あのフルコンタクトはい、でもそうです顔面ありのありででも寸止めなんで、ああじゃあもうほとんどもそのお父さんの空手の練習をベースにしたままそのまま試合に出てた感じですか、そうですね、あなんでうちの味強かったんですけど結構反則負けが多かったんで、やっぱちょっと僕もダメでしたね、反則負け多かった、はい、イケイケなお父さんですね、イケイケでしたね、どんな反則負けを繰り返すか分かんないですけど、なんかちょっと蹴っちゃってましたね、ここら辺とかえ、それやってお父さんどんな感じで、もう全く悪びれない感じなんですか、いやもうあいつなんか全然普通にもう 俺が強いからあいつは倒れたんだぐらいね全く悪くないわ、はい、息子さんから見てどんなそのお父ちゃんどんな感じなんですか、いやもう上京しましたねそっからすぐもうそうか、まあこれはこの戦い方はもうありかもしれないけどルールは戦いではダメだなっていう感じですかね、なるほどなるほど、それで今ですね、そこで今ですね、ブルードッグジムをはい、何がきっかけでそのブルードッグジムに入ろうと、僕そのジムをその入ったところの道場を辞めて東京で、はい、でその時にない時に渡辺和久選手と知り合って、はいはいはい、K1 なんかにも、はい、ちょうどその、ね、和久くんがあれですね、ちょうど K1 に初めて出るっていう時に知り合って、うんはい、で自分もそのキックボクシングでプロになりたいんだみたいな感じで言ったら、はい、じゃあジム紹介しようよみたいな、はい、でブルドッグジムを紹介されて、いや本当多分知ってる方は知ってると思うんですけど、ブルドッグジムってちょっとこう柄が悪い個性的ですね、はい、まあまあこんな投資さんが言うのもなんですけどねいや僕はもうちょっとであれなんですよ、はい、それでも柄が悪いっていうもう本当そんな感じだったんですよ当時は、はい、そこに連れて行かれて、はい、で最初会長とかみんなが囲う、みんなその会員さんたちをその道場の周りに囲んで、はい、そうです、で今からこの真ん中でスパイあるからです、怖い、その時の選手の人たちみんなこう4人ぐらいで、はい、ボッコボコにされて、大丈夫ですかこれ、大丈夫ですかこれダメ、大丈夫ですよ、いや会長大丈夫ですよね大丈夫です大丈夫です、はい、それ結構割とガチな感じでやら、そうですね、やっぱその頃はやっぱこうなんか昔そうだったって言いますよね、はい、結構本当にガチでスパーリングをするジムみたいな、一番知ってます、もう最初がもう最初のなんていうかこう
まあ、登竜門みたいでそんな感じなんですかね。後藤選手もそうでした。そうその僕はもう本当ジムができて2ヶ月後とかに入ってるんで、はい、もう本当初期メンバーとして入れていただいて、はい、その時はもう本当に東京に来て本当、まあ、2ヶ月とかしか経ってない時だったんで、はい、危ないとこ来ちゃったなって。いや思います。すごい怖かった。吉田選手は大丈夫だったんですね。あ、私はなんかあの波動場の時に、うん、はい、あの渡辺久選手のスパーリングパートナーで呼ばれて、はい、波動場 の選手に連れてってもらったんで、はいはい、最初ちょっと怖いなと思ったけど、はい、でもみんななんか優しかったです。逆にみんな本当にすごい優しいし、なんか変な人はいないですね。なんか上下関係がしっかりしてるんで、はい、すごいみんな、うん、優しい、優しい、仲がいいっていうすごい印象ありますね。いや本当に仲いいですよね。本当によくしてくれます、ね、そうです。最初にそんな経験してちょっとやめようかなとか思ったりとかってしなかったの？僕はなかったっす。僕も逆に話しても本当会長とかみんなすっごいよくしてくれるんで、はい、ここ超居やすいなって思って。いや僕もそうです。で練習すごいしやすいし、すっげえいいところだと思いました。じゃあ最初にそのスパーやってあのボコボコにされてるのをそのままこう見殺しにされるわけではなくだけど多分会員さん普通にフィットネスみたいな感じで、はい、なんか本当に全く興味のない人にはスパーリングとさせたりしないけど、はい、多分もうちょっとやってるじゃないですか、はい、だからやってみろみたいな感じでやるんで、出稽古みたいな感じで、 そう、はいはいはい、そこのなんかあれはちょっとこう見極めてじゃないけど、フォローありがとうございます。もう帰ってから怒られたらどうするんですかね。そうですよね。それでブルドッグジム解散入らなかった。そうそう、2人のせいもあるじゃん。そうですよ、本当に。今は もちろんそういうこともないし、ないね、全くないですね今もう。本当ですか？全くないですよ。投資さんクラスが人気です。へー、あの火曜日、あの僕のクラスよろしくお願いします。あのキッズもやってますんで。あ、今キッズも、はい、子供も初めて。そうだ、そうです。投資選手あれですね、お子さんいらっしゃるんですよね。そうです、もう4歳と3歳の子供が、すごい、2人いらっしゃるんですよ。87年生まれってことは、おい今、87年じゃなくて83年ね。僕今年30、30で、あ、20、じゃあ6ぐらいの時に、いや20、そう、え、20、今年、え、ちょっと待って、自分の今年5歳なんですよ、子供が今年5歳なんで、自分の結婚して7年なんですよ。で、あ、じゃあ結構若い時に結婚したはず。そうです、23ですかね。で、子供できたのが24。あと、後藤選手も結婚されてるんですよね。はい、僕ももう1年半ぐらい。へー、ね、どうですか、吉田選手、どうですか。はい、吉田選手、すごい、何ですか。はい、ね、あ、囲まれて、はい、囲まれて、いや、すごい幸せそうだから、なんかいいなと思います。あ、やっぱ幸せそうですか。はい、あれ、ね、美穂さんは恋愛はしてないんですね。ほんと誰かいたら紹介してください。パクトギの力を当てに、はい、そうですね、写真で、ね、こちら、お見合い、お見合いです。絶対そんなんね、例えば格闘技の力とかで吉田選手のお見合いイベントとかやったら来ますよ、来ますかね。死ぬほど来ると思うんですけどね。絶対モテると思いますよ。なんか僕いつも思うんですけど、いつもなんか、あのね、試合会場とかニコ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 して応対されてるじゃないですか。もうあれ偉いなと思うんですけど、あの機嫌が悪い時とかないんですか。あ、ないです、ないです。ないですか。はい、なんか攻撃されなければ、あの、あ、選手みたいな、はい、いじられキャラなんで、どこ行ってもすごいこう結構バカにされたりとか、まあ、自分も悪いんですけど、ちょっと変なこと言っちゃったりとかするんでいいんですけど、こうバロメーターがあって、こうここまで許せる許せる許せるってなって、多分10人目ぐらいにいつも言ってくるんですよ。ちょうどタイミングも花粉症みたいな感じですね。そろそろ怒るよって、はい、そろそろ怒るよとか顔でわかるじゃないですか、はい、なのにわかんないから、いつまでも言うから、もうちょっとブチ切れちゃうんですよ、たまに。いますよね、そういう人。そういう人いますよね、そういう人なんです。お話が終わってんのにまだ、そう、まだ言うから怒っちゃう。人なんだけど、なんかこうイラッとしたりとか。それぐらいですね、あんまり怒んないです。あ、そうなんですね、はい、それとあれですよ、投手選手ね、奥様が何をされてる方なんでしたっけ。あ、僕、美容師ですね、美容師。僕じゃなくて、僕じゃなくて、僕が美容師かと思っちゃったよ。あ、奥さん、そうです、美容師。カリスマ美容師。へー、すごい。なんか、どなたかのスタイリストをされてるっていう。なんか、その、最近、あの、その、僕の奥さんの
オーナーさんの、あのオーナーさんがよく仲良くさせてもらってるその、はい、ね、あの、あゆさんの、あゆさんの、そうだね、浜崎あゆみさん、すごい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 、やっぱ、はい、僕そのオーナーさん、僕のその奥さんのオーナーさんもすごい僕のことよくしてくれて、はい、じゃあこの後もいつもやってもらってる。そうです、これはあの奥さんがそうですね、ベランダ、ベランダで、ベランダでやってる、そうなんです。じゃあ東司選手も浜崎あゆみに会ったりする。あ、でもなんです、もう全然違う世界の人なんで、もう本当にあのそうですね、全くそういうのは、そういうことやってるっていう、はい、もう風の噂ですね、逆に。風の噂。はい、じゃあもう奥さんの話題ばっかりであれなんですけど、結構忙しいんじゃないですか奥さん。うん、そうです、あんま会わないですね。いや、会うんですけど、顔は見るんですけど。はい、そうですね。お互い忙しいですかね。そうですね。あれがこう噛み合わないから結婚って長く続くかもしれないですね。後藤選手どうですかその辺って。いや多分、ま、ちょっとうちは違いますね。多分うちはこう合ってないと、はい、多分もう本当に合わなくなっちゃうと思うんで、あ、うん、ちゃんと家に帰ってって。え、試合とかも見に来はるんですか。あ、毎回来てくるんです。おお、で奥さんの方の、あの親の両親も来てくる。いや、そんなん来られたら逆に気まずくないですか。あ、いや逆に嬉しいですね。嬉しい。とかお姉さんも友達誘ってきてくれたりとか。すごい、優しいですね。へ、うん、東司選手の奥さんはどんな感じですか。試合ですか。はい、いやもう最近ちょっとドローが3回続いちゃってるんですけど、はい、いやもう相手の蹴りより痛い蹴り食らってますね家で。奥さんからこの前の試合のリング降りてきてそうですね、控室入る前ぐらいの時にすげえミドル食らったんですけど、誰かなと思ったら奥さんでした。帰りたかったっすね。でも子供がいつもパパ頑張れって言うんですよ、それすっごい声聞こえるからなんかわーみたいな、それを聞くと。じゃあ微笑ましいじゃないですか。本当ですよ、本当結果残したいですよ本当に。僕ね今あれなんですよ、娘がいるんですけど、はい、今39度の熱出して自宅でいるんですけど、今日ですか。大変。そうなんですよ、めっちゃ切ないですね。子供が熱出して切ないですね。切ないですよ、ね、切ないんですよ。まあ全然そんな関係ない話になっちゃったんですけど、あのお二人ともね、あのクラッシュに参戦されてるじゃないですか、はい、でクラッシュって今結構割とね、あのすごい日本でももうあの一番人気あるんじゃないかっていうぐらいメジャーな大会になってますけど、まあちょっとそもそもクラッシュってどういうルールで、あのどういうルールの大会なのかっていうのと、その結構あの人気のある大会に出れてるその感想みたいになったらちょっとそれぞれ教えていただきたいんですけど、じゃあ後藤さん、ちょっとクラッシュってどんな大会なのかちょっと簡単に教えてもらっていいですか。そうですね、クラッシュもともとはあの K1 ルールっていうのでやってたんですけど、はい、まあ、途中から K1 ルールじゃなくてクラッシュルールっていうのに変わって、はい、まあ、あの首相撲がなしで、まあ、片手の一瞬のキャッチで、はい、まあ、膝は OK っていうのとか、はい、まあ、あとはキャッチは禁止ですね。結構やっぱ蹴りキャッチする選手とかいるんですけど、はい、それはもう禁止で、もう本当打ち合う感じの、うん、はい、打ち合いメインとした、まあ、大会ですね。K1 ルールっていうのは、首相撲で1回だけありでした、K1 ルールっていうのは。掴んで膝、そうですね、膝 OK とか、はい、まあ、あとはなんか多分こう首相撲で倒しちゃうとか、はいはい、多分クラッシュはそれは多分ダメで、もう本当片手だけっていうのなんで、はい、本当見ててすごいバチバチ打ち合うんで、はいはいはい、見ててやっぱ楽しいですね。あ、そうですね、もともとなんか確かクラッシュって K1 で通用するファイターを満たす的なコンセプトで確か始まりましたんで、どうですかその今もうすごい大人気 の、 そのクラッシュっていうイベントに出てるその感想っていうか、実際試合とかにリングに上がるときどんな感じなんですか。そうですね、本当僕がクラッシュ出れてるっていうのは本当会長のおかげっていうのもあります。やっぱり会長に、なんていうんですかね、まあ、会長が本当に押してくれて、はい、本当にありがとうございますみたいな感じで、やっぱその期待に応えるために、まあ、やっぱ上を目指してるっていうのもあるんですけど、またやってて、まあ、なんだ、人前、すごい大勢の人の前で喋るのって苦手なんですけど、喋、うん、らないじゃないですか、基本的にもやるだけなんで。どうした、喋らなくて済むから
っていうわけじゃないですけど、はい、ブラジルまで見てるやってると楽しくなっちゃうんですね。すいません、なんか今日呼んじゃって。いやいやそういうのじゃないですか、ね、そういうわけじゃなくて、はい、戦ってもらってればよかったですね、なんか今日もそうですね、ずっとね、シャドウしてくる、ずっと隅の方やっぱこう、自分の試合やってわーってやっぱ盛り上がるとすっごい楽しくなっちゃうので、まあ、やっぱすごいいいなと思いますね。トウシ選手はどうですか？僕は本当に去年から出させてもらってるんですけど、はい、いや本当に思ったのがそのクラッシュっていうそのもの自体のその完成度っていうんですか、はい、その試合をする人のそのなんかモチベーションを上げてくれるそういうスタッフさんとかそういう人たちのいろんなそのものがなんかこう全部がこう一体化して、それで俺らがもう殴り合う、これだったら俺ら殴り合えるぞみたいな空気を作ってくれる本当にそのいい団体だなと思いまして、試合やってる時に本当に、ね、後藤とかもさっき言ったんですけど殴り合いたくなるっていういい空気が、なるほどなるほど、はい、もうあのそれをしなきゃダメだっていうよりはもうリング上だけに専念させてくれるような環境を作ってくれて、もう自分も楽しくなっちゃって、そうです、もうついつい殴り合わずにはいられなくなるっていう、それまでの、はい、試合までのその持ってき方をすごいこう良くしてくれて最高な、はい、場所だなって、多分本当に世界、もう全国世界から本当に出たい出たいって言ってる人多分本当にいると思うんですよ、プロの選手的には、ね、はい、僕は本当にそれに出れてて本当に感謝します。はい、あの満腹さんとかのなちゃんちんとかも自分のそれぞれ の試合に出ていると思うので、うん、どうですか今の話とか聞いて羨ましいなとかなんか羨ましいと思います。はい、うん、まあ、まあ、私は全然その女子プロレスだから、まあ、全然違う別物なんですけど、うん、やっぱりその試合に専念できるっていうのは羨ましいですね。ああまあいろいろねプロモーションでいろいろやんなきゃいけないこといっぱいありますからね。だから当日 も、はい、もうリング設営してっていうとこから始まって、はい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 、そうですね。だからもう、そうかそうか、あれだ、先輩のね、世話とかもしなきゃいけないですね。メイクとかする時間もないんですよ。へー、だから家からだからしていくしかないんですけど、していってもマップとかしたら落ちるじゃないですか、はい、でも直す時間もなくて、あれしてこれしてってほんまお前に頼まれて、でも結局何もできない、眉毛落ちたままで試合に出て、でそのままもう直す時間もなく、ずっとその試合終わったらずっとセコンドついて、でまたねリング撤収してとかだから、試合に専念できる状況っていうのはやっぱり羨ましいね。なるほど、相変わらず自分の話長いですね。ケイスケさんから吉田選手笑顔が素敵ってコメントだったんですね。 あと勘太郎さんから投手選手深いなっていうコメントの、はい、だから後藤選手もなんかコメントをいただきたいですけど、いじけちゃいますね、またね、いじけちゃう。まあそんなことでちょっとね、すっごいもっといっぱい期待がいっぱいあるのに、もう残りあと2分しかないんですか。もう皆さん次の試合とかも決まってらっしゃったりしないでしょうか。次は、はい、あでもはまだ発表ができないんですけど、そうそう、近々、はい、じゃあ吉田美代選手のブログとかを見ていただければ、はい、ね、見ていただければ発表があるかもしれないので、そうですね、後藤選手と、はい、あの東選手はまだ試合終わったばかりですからね。そうですね、はい、でそうですね、あのツイッターもやってますんで、そうですね、ツイッターと投手、投手選手ブログはやってないんですよね。ブログはやってないですね。そうですね、で投手選手はツイッターで、後藤選手はブログをやってますんで、ね、んで、はい、はい、チェックしていただいて、はい、でそちらの方でもし試合が決まったら、はい、お告知いただけるという感じです。はい、ルークさんから自分の話長いっていうコメント、おしゃべりドラゴンみたいな、いいと思いますよ、いいと思いますよ、そういうのもあるで、はいはい、で平田さん、はい、来週の放送急に降りますね、はい、もう2分しかないんでね、6月17日ですけれども、あれですよね、ゲストは噂のあの方なんですよね。ちょっとめちゃくちゃな振り方します。あの、はい、今決まっているゲストの方はこんな感じになってます、はい、先週お出ししたのと同じなんですけど、来週11日は、はい、今をときめく、はい、永瀬館長ちょっと変わり種の、格闘家の方で、はい、まあ、詳細ちょっと来週
をお楽しみという、結構あの結構面白いですよこの方の話は、はい、でその次の週は問いかせ選手、はい、で4月1週目は桜木選手、まあ、こんな感じになってますラインナップが、はい、楽しみですね、次回6月17日ゲスト永瀬館長がゲストにいらっしゃるということで皆さん、はい、レスリングカフェ東京公園じゃない北口でって本当にもう歩いてすぐですので、はい、ぜひぜひいらっしゃってください。そうなんですよ、はい、ぜひぜひお越しくださいというわけで、はい、本日のゲストは吉田美桜選手、後藤克也選手、投手選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ出てください。はい、ぜひお願いします。